こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching Japanese cars are causing a huge boom in rural America. The video is from this channel. それでは始めましょう。皆さん、こんにちは。JNW へようこそ。燃費の良さや壊れにくいことなどからアメリカで人気の日本車トヨタハイランダー、カムリ、ホンダ CR-V、スバルフォレスター、マツダ CX-5、日産ローグ、他にも何車種かありますが、これらは2022年にアメリカで10万台以上売れた車です。これらの車とは別に、ちょっと毛色の変わった車がここのところアメリカで注目を集めているのだとか。その車は特にアメリカの田舎で一大ブームを巻き起こしていて、購入者はこれ以上の万能車はない、もはや必需品だと高評価。その人気ぶりはイギリスの大手メディアが特集報道するまでになっているというのです。今回はそんなアメリカで注目されている日本車に関する話題と、それに対する外国人たちの反応をお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。 Yes, I'm a subscriber. それでは行きましょう。アメリカで人気となっている日本車の記事を配信したのはイギリスのエコノミスト紙。エコノミスト紙は世界で最も古く権威のある経済紙と言われていて、毎週土曜日に発行され、取り扱う内容は経済、政治、農業、商業など幅広い分野にわたり、政治的独立性が強く客観的であり、深い理解を伴っていると評価されています。記事では話題となっている日本車を購入したアメリカ人や販売業者に密着取材。購入者のこれは今までにないほど便利な車だという声や、ここ数年間でこの車を300台以上販売したねという販売業者の声を掲載。そしてその車の魅力を伝えるとともに、どうしてアメリカの田舎で大人気になっているのかを分析しています。数年前からアメリカで注目されてきた日本車、その注目度の高まりがイギリスにも伝わり、今回の特集報道につながったようです。アメリカだけではなく、イギリスでも注目され始めた日本の車、その車とは軽トラ。日本では自営業者のパートナー、そしてあらゆる業種で働く車としておなじみの軽トラが、アメリカの田舎で一大ブームを巻き起こしているというのです。このエコノミスト紙が配信した記事はアメリカで大変大きな反響を呼びました。早速ですが、アメリカ人たちから多くのコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介していきたいと思います。軽トラは日本車だからめったに故障することはないし、もっと注目されても良いと個人的には思うんだけどな。軽トラって小さくてフォルムが可愛いから好き。日本で軽トラに乗ったことがある。日本の友人と軽トラに乗って渓流釣りに出かけたんだ。山間の細い道でも軽トラなら楽に入っていけるし、道具もたくさん詰める、パワーもあるし最高だったよ。軽トラは燃費が良くて壊れにくい、パワーもあるし小回りが効く、でもちょっとシートが狭いよね。田舎だけじゃない、最近はシアトルでもよく見かける。シアトルには日本車を修理できるところが多いからね。アメリカだけじゃないよ、バンクーバーでもよく見かけるんだ。軽トラは便利な車だって思うのはバンコク共通さ。自動車の街と言われるデトロイトでも軽トラが走っている。これは軽トラブームが本物という証だと思う。日本の地方にある高校に留学してたんだけど、軽トラは普通に走っていたよ。朝は畑の野菜をコンテナに積んで走っていた。アメリカでは見たことがない形の車だと思ったけど、使いやすそうな車に見えた。そんな軽トラを母国で見かけるようになるとはね。もし私が大工や庭師や塗装業者なら、間違いなく軽トラを買うね。昔日本に住んでいたことがあるんだが、その時軽トラを持っていた。燃費はいいし、小さいのにパワーもあった。
軽トラの魅力を知れば多くの人が欲しいと思うはずだ。軽トラのようにごちゃごちゃといろんなものがついていないシンプルで使いやすい車がいいと思う。日本車だから25年以上経った軽トラでも心配ないよ。軽トラを絶賛するコメントが続々と寄せられていました。アメリカは車に関して最も厳しい安全基準が課せられている国の一つです。安全性だけではなく排ガス規制など環境面でも厳しい規制があり、アメリカに車を輸出するには超えなければならないハードルがいくつもあります。それにそもそも右ハンドルの車は輸入が認められていないのです。そこで重要な役割を持つのが25年という歳月。アメリカでは初年度登録から25年以上経過した車はクラシックカーと認定され、右ハンドルの車でも輸入可能となるのです。それにクラシックカーに認定されれば関税や排ガス規制も対象外に。しかし25年という歳月は決して短くはありません。25年も経過すれば車はガタガタになっていそうな気がしますが、日本では2年に1度車検を受けなければならないので整備が行き届き、25年以上経過していても状態の良い軽トラが多く見つかるのだそうです。そして日本は物を大切に扱う国。たとえ25年の歳月が経過してもそのような日本の中古車に人気が集まることも理解できます。そしてこれは軽トラに限ったことではないのですが、日本の自動車メーカーはアメリカでの販売戦略として販売後のアフターサービスに重点を置いてきました。故障しづらいと言われている日本車ですが、もし故障した場合でも修理に関して心配がないとなれば安心して購入できます。またロシアのウクライナ侵攻や新型コロナウイルスによる世界経済の低迷、アメリカのインフレも日本の軽トラに注目が集まる要因になったようです。もともとアメリカではピックアップトラックが人気でした。ピックアップトラックとは運転席がセダンのようになっていて、トラックのように天井がない荷台があり側板が開くようになっている車。ピックアップトラックと軽トラの大きな違いはその大きさ。ピックアップトラックは大きな車種では全長5メートル以上、全幅 1.8 メートル以上というものもあるそうです。一方、日本の軽トラは全長 3.4 メートル以下、全幅 1.48 メートル以下と規格で定められています。燃費についても小さい日本の軽トラの方がはるかに良いそうです。エネルギーの供給が不安定な今日ではこの燃費の良さは魅力です。軽トラの燃費の良さ、小回りの利くボディ、車の状態の良さ、アフターサービスの良さ、壊れにくさ、これらがアメリカ人の心をつかんだようです。実際に日本の軽トラを購入した人々はどんな感想を持ったのでしょうか。ここでアメリカで日本の軽トラを購入した人々の声をご紹介したいと思います。私の農場では以前バギーを使っていたんだが、軽トラの方が使い勝手がいいよ。俺の農場ではピックアップトラックを使っていた。ピックアップトラックを購入した頃は軽トラの存在を知らなかったからね。今回初めて軽トラを購入してとてもいい車だと思ったね。私はキャンプ場の管理に軽トラを使っている。狭いところへも余裕で入っていけるしパワーもある。軽トラを購入してからより効率的に仕事ができるようになったよ。この前スズキの軽トラを買ったんだ。ミズーリでは軽トラで公道を走ることはできない。でも敷地内で農作業に使う目的で買ったから支障はない。正直なところこれでいろんなところへ行ってみたいとは思うけどね。トラクターは堂々と公道を移動しているのに、軽トラは公道を走ることができないなんて、本当不思議よね。ノースカロライナでは軽トラで公道を走ることができる。畑では働き者だし、町では人気者だ。軽トラは燃費がいいし使いやすい。購入して正解だったと思う。ただ右ハンドルだから保険がかなり高い。25年以上経っているとは思えないくらいの働きっぷりだ。
前の持ち主がきっと大切に扱っていたんだろう。私は軽トラに乗っている勤務先のゴルフ場でね、私が働いているゴルフ場ではメンテナンスのために軽トラを使っている。優秀な私の相棒だ。俺は寮に行くとき軽トラに乗っている。軽トラはごちゃごちゃと余計なものがついていないシンプルな構造だから自由にカスタマイズできる。自分好みにカスタマイズできることが軽トラの魅力だよ。山の中の曲がりくねった細い道も軽トラならストレスなく走ることができる。アメリカの大きな車ではこんなことはできない。軽トラは今までできなかったような運転も可能にしてくれる。それは私にとってとても愉快なことだ。アメリカの広大な農場ではかつて四輪バギーが活躍していました。欧米では四輪バギーはオールトレインベイコーの頭文字を取って ATV と呼ばれています。 ATV は全地形対応車という意味で、公道や舗装されていないガタガタ道でも安定した走りを見せます。四輪バギーは普通車として扱われているので、普通免許を取得していれば公道を走ることができるのだとか。しかし普通免許があれば公道を走ることができるバギーとは異なり、アメリカで軽トラが公道を走ることができる州は多くありません。公道を走ることができる州でも速度制限が課せられていることがほとんどです。なので軽トラの多くはナンバープレートをつけず、農場など個人の敷地内やゴルフ場などの制限された敷地内で使用されることが多いのです。また公道を走ることができる四輪バギーですが、屋根や荷台がありません。一方軽トラには屋根があるので雨に濡れることはなく、荷台もあるので荷物を乗せることもできます。エアコン機能もついている軽トラもあり、機能的には軽トラの方が勝っていると言えます。なので四輪バギーに代わってアメリカの農場で使用され始めているということもうなずけますね。さて軽トラが活躍しているのはアメリカだけではありません。酪農大国ニュージーランドでも軽トラ人気は高まっています。ニュージーランドにはアメリカのように25年経過した車でなければ輸入できないというルールがないので、新車でも問題なく輸入可能。またイギリス連邦の加盟国なので車は右ハンドルです。ニュージーランドでも軽トラはそのシンプルな構造を利用してカスタムベースとして人気があるそうです。ニュージーランドで催される大きな農業祭では、軽トラがその地に適した形や機能にカスタマイズされて展示されているのだとか。自然豊かなニュージーランドらしく、野生動物と衝突することを想定し、フロント部分を強化した軽トラなどが販売されているそうです。故障しにくくシンプルな構造の軽トラは国や地域に適応し、その地で活躍しているのですね。日本では地味な作業用の車として注目を集めるようなことがなかった軽トラ、そんな軽トラがアメリカでこんなブームを巻き起こしているなんて、ちょっと意外だったのではないでしょうか。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you so much for the video! You know, Japanese cars are not only popular in America. They're also very popular in Asia, especially in Thailand and in the Philippines. And most of the cars are from Honda, Toyota, Mazda, Suzuki, Daihatsu, and many more Japanese car brands. Some vendors are using pickup trucks to sell their fruits. They're going around the streets selling fresh fruits. They're also using it when buying goods from wet market. It's so convenient transporting their goods using pickup trucks. Songkran Festival is coming really soon. It's like water festival. I remember we used pickup trucks to play water in the street. We have these two big tanks filled with water. And then we're splashing waters to people on the streets. It was a lot of fun. Well, anyway, thank you so much to the uploader of the video. I'm a subscriber. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん気をつけて、またねー。